皆さん、どうもどうも、よろしくお願いします。ドラゴンティーケーですね。本日は、ライザーのアドリアスに終わりの一つ、商品の紹介をやっていきましょう。ここを、トレジャー取ってたりするし。いいね、いいね、トレジャー。さすが。僕が見込んだハンターだ。そんな、君にはこれをプレゼント。これからも励むように。何もあった？デルフィローズ。あざす。さあ、じゃあ、現在式へと。ここですよね。この先でしたっけ？ちょっと記憶が曖昧っつうね。こっちじゃなかったね。ここや、この先だ。よし。まあ、ここからは走らずに。賢者様もデアドラもいつまで待たせるんだ。いや、まさか成長していないと思われないよう、もう少し落ち着いて待っていたらどうですか？デリカにやれてる。ディアンも久しぶりの里帰りで気持ちが高ぶってるんだし、許してあげなよ。そうだ、喜んで何が悪っ。賢者様、デアドラ、帰ったぞ。里の外の話が山ほど。どうしたんだ、賢者様。デアドラ、何かあったのか？いや、双剣であられる。器具の省力化と光の種の安定化処置がうまくいっていないのか？密かな処置は進行中だ。遠からず終わるだろう。キングと種の改良で我らは大きな猶予を得た。じゃあどうして？なんということもない話だ。我々は今その得られた猶予を前に立ち尽くしている。久々とその日を暮らすだけで、くれるもの得るものすべてを過去に頼っていた我々には行く道が見えない。これから何をすべきかという未来を描けずにいるのだ。なんだって？そんなに結論を急がなくても、まだ考えている途中というだけだし。であろうか。我々はここに長く居すぎた。他のやり方が誰にもわからぬのか。いつまでも偉そうに座ってるから少年もなえるんだ。弱音吐きながら干からびていくくらいなら、とにかく必死にあがいてみろよ。ここにいるみんなはそうしてる。俺の里だけ情けないとこ見せるな。あの子はおそらくこの里のため見聞に励んでいました。肝心のあなたがその心を受け止めないでどうするのです？必死にあがく心を受け止めるか。ライザ殿、ディアンとあの娘子の言うことをどう考えられる？機嫌を直した二人に詳しく聞けばいいと思うよ。旅の楽しさや辛さ、どう進んだのか思い出を交えながら。あの子なら歩いて行けるのか。ディアンにはこの里のあるがままを伝えるべきかもしれないな。デアドラ、ライザ殿に墓所について伝えてくれないか。ん？墓所？墓所？しかし、賢者様。ライザ殿、何それ？来訪早々で悪いが、どうかお願いする。
あの子をとある場所まで導いていただけないか。とある場所？どこまでも無様だが、確かめさせてほしい。我々に未だ力が残されているのかを、あの子で。そこにあるものはライザ殿の自由にしてもらって構わない。あるいは恩義であれば。はあ、よい、なんか最初ようわからん感じに始まるの、 いつものことやんな。いつものことが裁縫のメインクエストやりだしてからのやことやんな。うん、どこに行くんかな。で、どこかな。あ、ここら辺かな。そうだね、ここですね。あっぶね。あれ、女子かからないって、なんだよ、それは。まったくです。根ざした伝統があるにせよ、守るも変えるも心一つのはずなのに。おいおい、フェデリーカまで一緒に怒ってんのか。確かに。一緒に怒ってどうすんねん。どうすればいいかわからないなんて、私には怠惰の言い訳にしか思えません。ワコードらしい意見ではあるがの、席を追う者の背には相応の重さがのしかかる。時には順順もあろうて。その御仁の言われる通りだ。あ、デアドロさん。賢者様はディアンが旅立って以降、密かに器具や種を良き形に改めつつ、里の者に話を聞き続けていたのだ。なんだって。そこで地道にこの里に何ができるかを探られていた。だが誰もが今が色あせていくことに慣れていた。光の種がいつか尽きることも知らず、惰性で日々を過ごしていた。生きている今が分厚い過去にとらわれて身動きができなくなる。よくわかる話だ。賢者様は迷われている。下手に不安を煽ることはせず、平穏に暮らすことが里にとって一番なのではと。そんなわけがないかもしれん。だから迷われていると言ったのだ。ディア、黒刀の湿地に行く勇気はあるか。そこに賢者様がお前に見せたいものがある。急に、なんだ。あそこは強い獣がうろついてて、種拾いの戦士でも近づいちゃいけない。わかった、行く。そこに導けと。賢者さんも結構人使い荒いよね。人使いね、まあ、それだけ信頼されてるんだよ。なんたってリアン君を預けられてるんだから。それで、あれなんやから。え、損にはなるまい。調査のつもりで出かけるとしよう。湿地か。大人数なりの行進を教えねば危険だな。みんな、俺、その、いいのか。行きましょう、リアン。うん、うん。で、行くと。どこかな。賢者も覚悟を決めた様子だったな。うん、ボールの場所。を見せてもらうとしよう。しよう。そうしよう。黒刀の湿地と言っておったな。早速、向かうとするか。どこか行くか。向かうとするか。北東やね、こっちやね。ここか。メインクエストで。よいしょっと。この辺りって、興味の湧くものがたくさんあるから、見てる。逆向きやね。こっちやね。オッケー。さあ、何か新しいものは取れるもの、取れるのだろうか。訓練の成果を見せる時が来たな。ん？やらないよ。
やるわけなかった。ここ。いきなりこっち向くなよ。焦る。すっげえ焦る。ほんと焦るわ、でも。あれには焦るわ。いやー、これなんか嫌な予感する。ありがとう。ムービー終わり、やばい、やばい気がする。俺に付き合ってくれて。お礼なんて今更だぜ。さあさあ、ドーンとお姉さんたちに任せなさい。その通りです。なんとしても、我々であの源者さんにカツを入れて差し上げましょう。カツを差し入れ、はははは。ね、フェデリカ。よし、私も。バトリスやも。生きるのはいいが、危険な場所だぞ。流行って足を取られるなよ。体がでかい俺よりも、小柄なリラさんとパティが先頭になった方がいいかもな。そうだね。パティ、危険だけど、頼めるかな。はい、任せてください。よし、レントとボースがしんがり、左右はディアンとタオ。私の速さに合わせて、踏みしめながら進め。わかった。ああ、任せなさいと言いつつ守られる。これもまた冒険の一風景か。参りましょう。やるべきで、どこ行くかな。ちょ、待って、ここあっぶねえ。今回は何事もなく行けてよかった。うん、転んだりしたらよかった。一瞬押しててん。 R1 怖いな。押すの怖いな。ここは、遺跡というよりは、古戦場かな。あちこちの遺跡で、嫌というほど見た光景だね。こういうのは、何度見ても慣れないね。この地で神代の民同士の決戦が行われ、ネメドの民は敗北したのだな。そして、この地を攻め取った連中は、すべてを奪い去り、竜の風跡を越え、その先に広がる王林で。万象の大天を作り上げたってとこだろうね。キャツラの来歴なぞ、聞いても不愉快な滝よ。それより見よ、ここにもお宝が埋もれておるぞ。ん？お宝？それにしても、このような場所の先にある見せたいものとは一体何なんでしょう。俺が小さい頃、先代の賢者様がここに向かって帰ってこなかった。何かの儀式をするためって言ってた。儀式？賢者さん自らが向かうような。余人には明かしたくない類のものなんじゃろう。理由は様々に考えられるが、ここまで来れば自分の目で確かめた方が早い。ああ、そうだな。ディアン、動揺を戦いに表すな。相手はお前を気遣ってはくれないぞ。分かってる、行こう。うん、行こう。ツタで上に行くんかな。あ、来てんのかい。いや、な、俺が操作していくんかなっていう気になっていた。ちょっと恥ずかしくなるやつ。コントローラーをちゃんと持とうとした、がゆえに R1 押すためになりかけた。待て、ディアン。左だ。そう、左だ。何か危ないよ。ここにも昔を振り切れない奴がいるのか。こんなのに構ってる暇はありません。おっと、戦闘始まるか。倒して先に進めばいいのです。いいのです。脳筋か。お前ら、いいこと言うな。まったく、息の良い子らじゃの。息の良い子。少年少女に立ちはだかる壁を、
お望み通りぶっ飛ばしちゃいますか。ん？うん、ぶっちゃい、ぶっ。お、なんか出てくるな、これ。おぉ？なんだ？これ、お、フィルーサの王か、これは。なんだ？何だ？お、おいや、何か来た！よし、オッケー。燃えるがいい。うん。よし、バトリツヤ変えていく。あ、弱そう。あれ？何もできぬ。なぜ？いや、なぜってなった。あれ？何もできぬ。あれ？ちょっと待って。よいしょ。痛い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 。よいしょっと。で、エリキシル剤を使いますと。OK。発動ありました、クラウディアさん。よし、ライザー変える。よいしょ、ナイス。ん？よし、バトリツヤに変えていく。そうして、またつばらで物を切っていく。オッケー。よし、オッケー。クラウディアにもやっていくと。オッケー、ナイス。やばい、これは。やばい雰囲気だぞ。あ、やば。これちょっとやばってなってはいる。何が始まる？相手。うわ、なんだ？この球体なんだって。あ、いや、いけるわ。始めるよ。いや、いけるわ。エリキシル剤使っとこう。行っちゃって。うん。助かりました、クラウディアさん。うん。バトリティアさん。バトリティアに変えて。待ってます。好きならけよ。攻撃の速度を上げます。オッケー。よいしょー。あともうちょい。よいしょー。よし、どうよ、フェイタルドライブ。決めてしまえ、ライザー。こんなボスなんてライザーの足蹴りで終わらせてしまえ。終わったかな。終わってなければちょっと恥ずかしいが。よし、終わった終わった。いや、いいね。ぐー、なんで俺がーってな。それはないか。私たち昔だね。よし、うわ、 EXP すげー。ちょっとびっくり。まだ強くなれそうね。71になったよ。少し強くなれた気がします。強くなっちゃった。フェデリーコもクラウディアも、あ、かわいい。いや、楽すぎる。し、これでゆっくり調べられるな。どうした？
なんか目閉じたまんまやけど。どうしたよ。一瞬目開け、まだ目閉じてたけど、どうしたよ。リアンよ。なんか一瞬、変な感じに見えた。今のが。何らかのバグのような気がしなくもなかった。うん、里で見たものより、高度な作りばかりじゃんの。口方にも、かなり年代の幅があるようじゃ。村の後、なんですか？いや、誰かが暮らした後じゃないの。置かれた器具が朽ちているだけだ。置かれた？わざわざここに器具を持ってきて、置いたというのか。それが、リアン君の言っていた、秘密の儀式。だからどうしたよ。目合い開けてもろて、リアンよ。どうしたってなってる。なんだ？ここは墓だ。お墓って器具の？違う。亡くなっていくものの墓だ。ふむ。やはり何かしら儀礼的な意味合いを持つ場所か。おお、ちょっと。赤びっくりした。ごめんなさい。どうかした？いやもう、大きい音鳴らさんといてびっくりする。いえ、中から、こんなものが。ん？なんだ？これだけ新品のように新しいな。銀に似てるけど、なんだろう。これが賢者さんの言ってた、自由にしていい、そこにあるものでしょうか。でも、いいのかな？ここってお墓なんだよね。ライザネーやアンペルが使えると思ったら持って帰ってくれ。賢者様もきっとそのつもりだ。いずれにせよ調べるつもりではあったからな。ここは素直に好意に甘えよう。本当に朽ちた球以外には何もないのだな。でもきっと彼にとっては意味のある場所です。その土地に生きてきたものだけにわかる特別な。そうだね。それにディアンは感じるだけじゃなく、そこからお？なんだ？魔物も強い。慎重に進むぞ。おぉ、進むな。ディアンは、何を考えたのか。きっと、詳しいことは、賢者さんに伝えるはずだよ。私たちも見届けます。屋敷まで戻りましょうか。戻んのかい？いや、戻んの？あ、戻るって乗ってるわ。よいしょっと。集めておくか。うん。一応ここら辺にあるものを取っとこうかなと思ったんだが。